あいや、あなたはもっと若者たちと付き合った方がいいでしょうな。あいや、これが異性から伝わった秘伝のレシピですか。あいやや、これが古木芳春ってやつかい。おいよよ、若返っちゃったかな。たまにはこうして働くのも悪くないね。おいよ、いいものがいっぱい取れたね。ちょっとの運動でも爽やかな気分になるね。こんなみっともない格好を晒すとは、恥ずかしいね。手伝ってくれないか？年寄りだからね。思うように動けなくてね。あなたの心と体は、私が守る。さあ、かかってきなさい。私は医療兵として頑張ればいいかな。おいよ、なんとも元気のいい子だね。これからどうぞよろしくね。よーよー、元気かい。今日も健康であれば何より。どれ、見てあげよう。おはよう。元気いっぱいのいい笑顔だ。嬉しいね。まだ寝ないのかい？やる気があるのはいいことだけど、夜更かしは体に悪いよ。ほどほどにね。あいやや、サプライズですか？あいや、もっと欲しいものがたくさんあったのに。もしや、これが伝説の萌えシチュ、頭なでなでか？頭には経脈が集まってるから、よくマッサージすると体にいいよ。あいやや、手が随分と冷えているね。ほら、私に見せてごらん。こんなに近くにいるのに、寒いのかい？水餃子を食べるといいさ。あったまるからね。あなたのような、初々しい若者と一緒にいると、自分まで若くなった気がしてしまいますね。ああ、あなたもモバイルゲームをやっているのかい？ええ、料理の擬人化ゲームですか。ふむふむ。どこかで聞き覚えがあるような。あなたにはまさに、後世恐るべしという言葉がぴったりだね。体に効くお薬を煎じたから飲んでみてくれ。と、そんな顔をしかめないでくれたまえ。ようやく口に逃がしだよ。あいやいやいや、ただ咳をしただけだから、そんなに緊張しないでおくれ。体を大切に。あなたが怪我したり病気になったりしたら、私は医者としても、友達としても、
悲しくなってしまうよ。